木曽川左岸の葛城都線の建物2011年3月30日に運行終了葛城都線の一葛城都線とは愛知県愛西市にあった木曽川の渡し船である。2011年3月30日をもって廃止となった。正式には愛知県営葛城都線上という愛知県は愛西市葛城町の木曽川の渡し船であった。 明治20年代の基礎山線の改修工事の際、分断された、カツ村の交通手段、及び、岐阜県、大田安田、森下カツを結ぶ航路の一つとして開設される。開設当初は民間経営であった。運行は、愛知県は愛西市カツ町基礎川と長良川の中津海であった。その先の長良川には、森下都線があった。運行は、 愛知県は愛西市桂木町の住民による桂木都線運営組合に委託運行されていた。1956年より愛知県営となる。廃止直前には県道津島立田海津線の一部を構成していた。運営費は愛知県が負担しており、運賃は無料であった。2011年3月30日に運行を終了。現在では愛西市観光線。 カツ丸の運行が行われている。木曽川橋木曽川大橋、オアリ橋木曽川橋梁木曽川橋梁、木曽川橋,木曽川,橋,木,曽川橋木曽川水管橋タツタ大橋、カツギ都線市原都線東海大橋。ありがとうございます。